だけど、地震とコロナとワクチンの話なんだけど、まあ地震がちょっと来るんじゃないかと俺思うのと、あと、コロナ禍のことはあんまり心配しなくていいのが俺の考えですね。で、なんとかな。イギリスと今、ロシアが大変な状態らしくって、イギリスとロシアが大変だと思いますけどね。まあ長くてもあと半年です。結局2年間ダメだったね。結局昨年の11月か12月あたりから中国の武漢の爆発なんですよね。で、その武漢の爆発が、ちょうど今、来月ぐらい、来月のね、終わりぐらいから武漢が爆発してからちょうど2年なのね。だから武漢で爆発して、もうちょうど来月に丸2年になるから、それとね、結局人工物が爆発したやつのウイルスと、自然のウイルスがありますよね。ですから、その自然のウイルスがまた広がるっていうのは、それは普通にあるわけよね。だから今度その同じあれが、コロナ禍のウイルスが広がったって言っても、武漢の爆発の因子はもう、これで終わりなのよ。だから、データとして感染が増えるっていうことになったとしても、そんな動かされる必要はないっていうのは僕の考えだね。それとね、もう一つ違うのは、ウイルスが、この前、蔓延した理由っていうのは、オリンピックやってたからですよ。オリンピックやってないでしょ。だったらもう全然心配いらないし、で、それどうかな。そんなに。というふうに思ってます。じゃあそういうことで、第6波は来るわ、地震は来るわということになりますが、そんなに心配することはないと。考えてますので、これね、書き込みがあったとき、どう対応したらいいかがちょっと分かんなくて。マイクをミュート、ハイライトを。共有。